はい、久保さん、こんにちは。覆面 YouTuber、タカです。さあ、第48話ですね。48話の2つ目。2つ目作りました。ということで、とですね、2つ目は、この選択肢の中から探す人生をいつまで続けますか？みたいな。このキーワード、3つ目の動画だったか4つ目かな、4つ目だったような、まあ気がしたのかなとは思うんですけど、まあ、探すではなく、まあ、決める人生と、まあ、これですね、探すではなくこの決める人生っていうところのキーワードから、まあ、少し、まあ、気になるところでやっぱり外せないかなと思ってて、まあ、これはどうしても作りたいなとは思ってて、まあ、ちょっと作ってるんですけど、このやっぱり引かれたレールに乗って進む人生、引かれたレールに乗って進む人生、まあこれ、まあしょうがないかなとは思うんですよね。本当にそういうふうに学校教育もなってると思うので、まあその通り進まざるを得ないと思うんですけど、それで良しとするかしないのかって、それ人それぞれやっぱり判断っていうか、人それぞれあるのかなと思ってて、別にこれそれで満足してたらね、何も疑問もなくそれで終われるならそれが一番いいかなと思ってて、特にうちの父親とかはもう全然 特に意識してなかったので、まあ時代が時代だったかもしれないんで、まあ特に何も意識してなかったんですけど、まあ、自分はどうしても、まあ、それで良しと、まあ、できなかったところが、まあ、あったので、そもそも学校教育にうまくはまってなかったっていうところがあったので、まあ、ずっと非常に疑問を持ちながら、まあ、生活していった気がしたんですけどね、まあ、その中でもうまくこう波風立てずに、まあ、やってきたつもりだったんですけどね、まあなかなか、まあ自分の内側にしかまあ答えはないというところで、まあいろいろ、まあやってきたんですけどね。いろいろ いろいろ自分の中でこう自問自答しながらこううまいことやってきたんですけど、まあこうやっぱ感じるものはずっとあったんですね。感じるものっていうのは、ずっと感じるもの、まあ考えてきたんでしょうね。ずっと考え、いろいろ考えてきたけど、まあそれを打ち消し、また考え打ち消しっていうのをこうずっとやってきたような気がしたんですけど、まあ、その中でまあ決めていくしかないっていうところになっていくのかなと、まあ結局自分はその決めるっていうことまではしっかり決断できなかったので、まあなんとなく決まってしまった的な感じになったんですけど、まあ、それでもまあ、YouTube にこう一点集中に決めたっていうのは、これは本当に決めたところがあって、もう当然いろんな SNS はあって、まあブログだったり Twitter だったり、あと何があったのかな、それぐらいか、ブログ Twitter ぐらいか、ぐらいしかなくて、まあないですね、ない まあ結局そのね、あれこれやってもやっぱりダメだなって気づいて、じゃあやっぱもう YouTube に一点集中するしかないなっていうところを決めたんですよね。この決めた時点ではね、もう何も特に確信もないし、リサーチもしたことなかったので、ただこのスライド動画の前身というかスライド動画をやってる人がいたんで、まあそれはもしかしたら自分続けれるんじゃないかなっていう、ところが、もう続けれるものを探したっていうところだったんで、自分が単純に。だからもうここで全ベットする価値があるんじゃないかと思ったんですよね、単純に。これもこれやってみるかっていう。やるしかない。やるしかない。やるしかない。まあ、やるしかないっていうか、まあ、それができたんで、単純に。このスライド動画を作るのは特にこうやってね、こうやってこうスライドする動画を作るのはそんなに苦じゃなかったので、あ、これなら続けれるかもしれないなっていうところの、まあ、感じたんですよね、ここは。で、やってみてやっぱり続いたんで、あ、よかったなと。だからこそ、まあね、自分は IT エンジニアなんで、IT テクノロジーとか IT
的にはそんなに弱くないはずだなとは思ってたので、で、パソコン触るのもそんなに苦じゃなかったので、まあ、じゃあ YouTube をこう使い倒せるようになると、少しいろいろ変わってくんじゃないかなっていうところはあって、まあ、いろいろこう YouTube をすごくやって、まあ、いったところがあるなとはずっと思っていて、まあ、ずっとっていうか、ね、やっていったところがあって、で、ここですよね、やっぱり違和感をずっと感じてたのところは、まあ、IT エンジニア、まあ、15年勤めていて、本当にあんまりそこまで違和感はずっとなかったんですよね。だから初めの10年とかはもう一生懸命やるので精一杯だったので、いろんなエンジニアの仕事っていうところに慣れるのがやっぱり10年ぐらいかかったかなと思ってて、10年経って、まあ、10年表彰とかが終わって、徐々にこう慣れてきたところがあって、やっぱりその、まあ、違和感っていうのを少し徐々に、まあ、子供が生まれてからですね、子供が生まれてから、まあ、これもお話は気になる男シリーズで何回かしたような気がするんですけど、まあ、子供が生まれて定時でこう帰らなきゃって子育て手伝う時に、そう、なんかおかしいなっていうね、おかしいなっていう。で、やっぱみんなこう、ここですよね、どうしても自分がずっと、まあ、違和感があったところなんですけど、そう、みんなこう、ヘトヘトなんですよね。残業もたくさんしてるし、で、家族との関係もすごい後回し。だけどね、すごいこう、真面目な人が、まあ、いっぱいいて、真面目。まあ、むっちゃ真面目な人ばっかりいて、なのにこう、やっぱり、なんか稼げてないっていうか、なんかお金稼ぎ、みんな結構お金稼ぐことで必死、お金稼ぐために仕事来てるっていうところはしっかりみんな感じてたんですけど、自分はどちらかというと仕事をするっていう、お金というか仕事をするというか、まあ家にいてもちょっと、自分は家にいたら生活リズムが崩れちゃうんで、もう会社にいた方が生活リズムが安定するっていうところがあったので、なるべく会社にいたら自分がしっかり、なんか、人間的にちゃんとなるんで、まあっていうところもあったんで、まあ、稼ぐためっていうところがあんま意識なかったところがあったので、ただやっぱ徐々にこう子供が生まれて、やっぱ子供のことを考えるとお金を稼がなきゃいけないなってなるときに、いやこれ残業してもお金稼げないぞってなって、残業でも、だから本当に残業60時間とかしてたんですけど、60時間ってどれくらい？結構60時間ってしたんですけど、そしたらこの子供のね、子供と会えなくなるから、なんか難しいなみたいな。なんかいろいろ、やっぱりそういうのを考え出すんですよね。定時で帰らなきゃいけないけど、定時で帰ってたら残業代ないし、お金ないし、みたいな。なんかうまくはまらないなっていうところがあって。まあ結局ね、その会社っていうのは、まあ、クビになっちゃったんで、いろいろあったっていうか、会社クビになったんで、まあ、YouTube に一点突破することになったんですけど、まあね、それがね、この生活を成り立たせて自己満足もできるっていうのは、これが一番の理想で、まあ、これに向かってまずやっていくっていうところ、これは究極の目標で、その目標に向かってやっていくっていうところをまず決めて、まあそれでやっぱり自分で決める人生っていうのは、その思い通り 思い通りにいかなくても、やっぱり自己決定していく、って言ったところが、やっぱり、まあ、良かったのかなというか、なんか決めるっていいのかなと思ってて、な人生のこの満足度がすごい上がっていくような気がするんですね。これなんで赤いんだろう。あ、赤いのこれか。まあ、すごい人生の満足度が上がっていくような気がしてて、まあ、自分がこうどうしたいのかっていうのをひたすらやっぱ解いていくと、やっぱりなんか会社員はちょっと、何か違和感あるなっていうところで、やっぱ自分の決断をして、まあその中でもやっぱり本当にこれでいいのかなとか、このままでいいのかなとか、大丈夫かなとか、やばいなとかいろいろ感じながらも、まあ常に自分問いながら歩む、まあ問わざるを得ないというか、
決めたことにこう向かって進むんだみたいな、結果に責任を持つっていうところもやっていかなきゃいけないんですけど、まあ、これも結局会社員だと同じで、気持ち的にはね、仕事だとミッションをこなすっていう会社の命令にちゃんと従っていくっていうところのプレッシャーもあるんで、結局やってることは一緒なんですよね、自分的には。まあ、もちろんね、そこは全然違うところはあるんですけど、その心理的なところでは結局会社員やってろうが今だろうが同じように気持ち的にはやっぱりね、圧迫が受けるので、ならやっぱ自分の、まあ、決めて、まあ、チャンスがある方に向かっていく。会社員だったら特にチャンスなんて巡ってこないので、なんでせめて自分のね、決めたところに向かって責任を持ってやっていくっていうところをこうやっていくことによって、まあ、このエネルギーがやっぱ自分が出てくるので、よし、やるぞとかね、やらなきゃなとか、まあ、時には休んだりすることもあるんですけど、ね、やっぱりその会社員とかサラリーマンだったらエネルギー吸い取られるだけなんですよね。自分は吸い取られるだけだったんですよ。行けばいい、行けばお金もらえるっていう、行けばお金もらえるっていう、それがやっぱり、それに気づいちゃったらもうちょっとね、いけないっていうか、もっと IT エンジニアの知識をこうつけるとか、そういう方向にもっと行けばよかったんですけど、まあ、多分慣れてきちゃったところがあって、ちょっとそこにはもうエネルギーを割けなくなっちゃったんで、もうそうなると、ね、ただ行けばいいっていうかね、会社は何のために行くって言ったらお金稼ぐため、じゃあお金稼ぐためは、ね、会社に行けば、ただ行けばいいみたいなね、そういう思考回路になってきたら、まずいなと思ってて、まあ、そういうことをこういろいろ考えて、まあ行ったりして、やっぱり、まあ、今回こうやって気になる男シリーズで、まあ、久保さんといろいろ話すことによって、まあ、かなり、まあ、自分の自己理解とか自分の位置をやっぱり知るようになったなと思ってて、それはこの世界、こっちの世界ですね。まあ、ネットでお金を稼ぐ世界に入っていって、まあ、より、なんかあんまり自分、その、この2年間って自分に対してあまり問うっていうことはほとんどしていなくて、なんかもう目の前のことにこなすだけで必死だったような気がしてて、こうなんか自分の偏った考え方とか、まあ、こうでなくてはいけないっていう考え方がいろいろあったんです。まあ、気づいてないとこがあったんですけど、まあ、そういうところっていうところになかなか目を向けることがやっぱできなかったっていうのは、まあ、今本当に気づいたというか、当然ね、言われてたこともいっぱいあるだろうんですけど、まあ、最終的にはその自分で認知して、やっぱ気づいて改善していくしかないので、この認知できる状態っていうのはこうやって、まあ、対話を通して、まあ、自分が気づいていくっていうことがやっぱり非常にいいんで、やっぱこういう対話、久保さんとこうやってやりとり、気になる男シリーズという形で、まあ、対話させていただいてるんですけど、まあ、本当それっていうのが自分の、まあ、理解、まあ、自分の理解にこうつながっていくし、自分のこう考え方、ああ、やっぱこれ違うなとか、ああ、こっちはこうした方がいいんじゃないかっていう、こう、日々の気づきっていうところで、気づいたらやっぱり変えていく。まあ、すぐには変わらないにしても、何度も何度も、一度気づいてしまえば、ああ、これもう一度、ああ、また戻っちゃったな、つってまた戻していく作業になっていくんで、このやっぱ一人でできなかった大いなる、まあ、気づき、だったり、まあ、こうやってね、久保さんとこうやり取りさせていただくことによって気づき、まあ、これは本当に一人では絶対に気づかなかったところ、そして今はね、塾運営をしながら、自分にしか知り得なかった情報、まあ、その塾運営してない時は本当に自分で YouTube 作ってやると、だから本当に自分しかいなかったんですけど、今は皆さんがこう塾生さんたちがみんなそれぞれチャンネルを持って頑張ってるわけで、まあ、それを見ることによって、まあ、自分がね、あたかもやったわけじゃないんですけど、なんか自分がこうやってるような感覚で、ああ、こんなこともあるんだ、あんなこともあるんだっていうのを、で、こうやって結果報告とかね、質問を受けることによって、ああ、こういうこともあるんだとかね、こういう失敗しちゃったんだなとかね、まあ、そういうのがやっぱりこう自分の経験と見識、まあ自分ではやってないんですけど、まあ、あたかも自分がやったような経験だったり、いろんな、こうことっていうのは知れるっていうのは、やっぱりこれはやっぱりサラリーマン時代では絶対になかったこと、特にやっぱり
このね、ネットの世界に入っていろいろやっぱ知らなかったことを経験して、さらに、いろいろ経験したからこそ、自分にこう、戒めというか、あ、こういうとこが甘かったなとか、こういうこと改善していかなきゃいけないなっていうのも、いろいろ見えてくることっていうのがいっぱいあるので、本当にこの、今はすごく、なんか、変わってきてる、自分は変わってきてるなと思ってみて、まあ、だからこそね、まあ、自分で決めた道っていうのを一歩ずつ、まあ、歩いていきたいと、まあ、今回探すことではなく決める人生っていうことで、まあ、これが最後のスライドなんですけど、なんかこう決めるっていうことっていうのをこう流されずに生きていくことによって、まあ、自分で決めた人生だからこそこう、もうちょっと頑張ろうとか、なんとかならないかなとか、まあ、そういうこう、あがきというか、もがきというか、もう一回こう、もう少しなんとかならないかな、みたいなところをこうやっていくっていう、なんか気持ちが出ているのは自分にとって非常に、まあ、人生として意味あるんじゃないかなと考えたりもいたします。はい。ということで、気になる男第48話ですね。第48話、これにて終わりとさせていただきます。まあ、ちょうどね、これで2本目できたので、まあ良かったなと。もうこの探すことでなく決める人生、っていうこの決めるっていうところに対して、なんとかこう動画作れたら、なんかとかこれでって、なんかね、動画作れたら作れるんじゃないかなと思ってたので、まあ、うまくこう作れたので良かったなと思っております。はい。ということで、気になる男、覆面 YouTuber とか、これにて第48話終わらせていただきます。ありがとうございます。そして久保さん49話ですね。次49話よろしくお願いいたします。ありがとうございました。